光弘くん日本大学。第5レーン478番染谷翔くん順天堂大学。第6レーンを開けて以上2名によりまして青年男子 400m 競走決勝のスタートです。しました青年男子 400m 競走決勝。内側第4レーンは日本大学の須崎くん。同じようなユニフォームでありますが内側は日本大学の須崎くん、そして外側が順天堂大学の染谷君。さあ2人とも46秒台のベストタイムを持ちますか。さあ同じようなところで最後逃げ切るか、須崎君47秒台か。先着は須崎君日本大学、そして外側が染谷君順天堂大学。須崎君が東京学館から日本大学、染谷君は西武大千葉から順天堂大学。さあ速報でありますが須崎君が47秒81の記録でした。プログラムは8ページをお開きください。ただいま終了しました青年男子 400m 競走決勝の結果をお知らせいたします。プログラムは8ページ。1着第4レーン627番須崎くん日本大学、時間47秒81。2着第5レーン478番染谷くん順天堂大学、時間48秒12。以上の結果でした。この後14時15分から少年 A 男子 400m ハードル決勝となります。時間までしばらくお待ちください。現在フィールド競技は A ゾーンにおきまして、少年共通女子、少年 A 男子、青年男女のやり投げ決勝、そしてバックスタンド前では少年 A 男子の棒高跳びが行われております。そしてメインスタンド前ではこの後少年共通男女の三段跳び決勝が競技開始です。フィールド競技メインスタンド前、少年共通女子、そして少年共通男子の三段跳び決勝競技開始です。手前側 A ピットが男子、そしてトラック側 B ピットが女子です。
フィールド競技 A ゾーン、現在少年共通女子やり投げの3回目が行われております。ここまでで現在トップに立っていますのは608番成田北高校の鈴木さん 40m96、 そして鳴門高校小沢さん 38m46、 そして日体大柏高校の近内さん 38m37 と続いております。そしてただいまの投擲が現在トップの成田北高校鈴木さん。フィールド競技 A ゾーン少年 A 男子やり投げ決勝、現在3回目、ただいまの投擲は東海大浦安高校の山口くん、1回目に 63m92 をマークしてトップに立っております。ただいま3投目の記録は 61m74 でした。続いての投擲は鎌ヶ谷高校の加藤くん。
年 A 男子やり投げ決勝、ただいまの投擲は鎌ヶ谷高校の加藤君、記録を大きく伸ばしまして53メートル68。続いての投擲は日体大柏高校の山本君、ここまで55メートル93で第2位。日体大柏高校山本君も記録を伸ばした模様です。山本君の3回目の記録は56メートル69、順位は変わりません。男子やり投げ、ただいまの投擲は青年男子千葉立教の加藤君、ここまでの記録は53メートル97でしたが、記録を伸ばしまして57メートル42、トップに上がります。続いての投擲は千葉立教の日野君、ここまでの記録は56メートル48。それではトラック